お世話になります、ひとりでございます。3月26日木曜日に任天堂ダイレクトミニが公開されましたね。動物の森が特に注目されていたと思いますが、ポケットモンスターソードシールドの情報もあったんですよね。なんと以前情報公開されたエキスパンションパス鎧の孤島の詳細が明らかになりました。今回はこの鎧の孤島の新情報をご紹介しつつ、その情報から深く考察をしていきたいと思います。今回分かったことは大まかに分けて3つございます。1つ目は新マップです。2つ目はストーリー。3つ目は御三家の巨大マックス。他にもちょこちょこ情報はございましたので、それも合わせてご紹介します。まずは皆さんが一番気になるであろう新マップについて見ていきましょう。先に全体画像を載せるとこんな感じでございます。これがおそらく鎧島の全貌だと思うのですが、これだけでめちゃくちゃワクワクしますよね。位置的にはガラルのスパイクタウンが画像の西側にありますから、ガラルマップの東側に鎧島は現れるのかと思います。この島への行き方は詳しくは映像を見ていただきたいのですが、駅みたいなところに主人公が着いたみたいな映像がありまして、さらにこの空飛ぶタクシーはスパイクタウンよりもっと南西方面から動いてこの島にたどり着いていたため、フラッシータウン駅から飛んでいくと考えられます。実際この前ガラルの姿のヤドンが鎧の孤島から来てしまったというくだりがありましたから、やはりフラッシータウン駅から行くことになりそうですね。で、先ほどのマップに戻りまして、この鎧島の大きさはどれくらいかと言いますと、スパイクタウンで縮尺を合わせてガラルマップと重ね合わせてみますと、メインの島だけで言うと、なんとワイルドエリアの北の一部よりやや大きいくらいなんですよね。つまりワイルドエリア全体よりは全然小さいということです。他にもエリアはあるのかもしれないですが、もし鎧のことでこの画像の部分にしか行けないとしたら、私個人的には小さすぎて少しげんなりしますね。ただメインの島の周りの海の部分は色が濃くなっていて、そこは移動できそうですから、そこも含めれば広さは割とあるのかもしれません。ポツポツと小さな島みたいのもありますから、割と狭くはないのかもしれないですね。まあ海のあたりは映像で出てきたシーンにかすかに見える通り、ポケモンの巣とかがあるだけでしょうけどね。あとマップを見ていてすごく気になるのが、この島の北西に位置する木の実のなる木がある部分ですね。ここも映像でちらっと映っているのですが、何があるのか気になりますよね。映像の方ではただ木があるだけに見えますが、マップの方では何か文様みたいになっているような気もします。もしかしたらデスバーンみたいに特殊進化ポケモンがいるのかもしれません。実際ヤドンは鎧のこと冠の雪原のそれぞれで特殊な方法で進化するみたいなことを以前言っていたので、ここの真ん中で木の周りを3周すれば進化とかそういうのがあるのかもしれないですね。あとマップで気になるのは、島の南東に位置する冠マークの島です。勝手な私の予想では、ここがもう一つのエキスパンションパスの冠の雪原の冠という意味で、さらに新しいエリアである冠雪原はここなのかもしれません。小さすぎじゃないかと思う方もいるかもしれませんが、冠の雪原の映像も一瞬流れていまして、まあこれは前も流れていたと思いますが、改めて見ると山が中心となるマップみたいな感じですから、横に広いというよりも縦に広いみたいな感じで、マップ上は小さくてもおかしくないでしょう。しかも確か冠の雪原はポケモンの巣を調査するとか遺跡とかがテーマになっていましたから、この島から地中を掘っていき、それで新たなエリアに行けるのかもしれません。つまり雪原自体はここのマップですが、地下マップが現れるということで、それだったら超ワクワクしますよね。しかもこのロジックであれば、マップ上であれだけ小さくてもおかしくないですからね。まあこれは完全に私の妄想ですけどね。あともうちょっとマップの話にお付き合いください。今回このマップが公開されたことで、鎧の孤島の大体の場所の様子が分かっちゃったんですよね。すでに公開されているものをざっと見ていきましょう。まず先ほどもお見せした駅です。駅は島の南にありまして、その近くの映像もありました。駅ははっきり言ってブラッシータウン駅との違いが分からないくらい同じで、引きで見るとこんな感じで、右奥にダクマのマークのある道場がありますね。マップでも道場は駅の近くにあるので、そこ付近の映像で間違いないでしょう。他にも映像では道場付近で景色を見渡すものがあり、草むらとか橋とか、あと海とかポツポツ島があったりとか、ポケモンの巣も大量にありますね。多分この奥に見える小さいのもポケモンの巣でしょうね。ですのでポケモンの巣は島の周り中にあることが推測できますね。次は駅の奥の海岸沿い、多分この辺りだと思います。釣りの映像がありました。奥に駅っぽい建物がかすかに映っているので、駅付近でしょう。マップ的には狭いのに意外と広々していますから、マップで見るより意外と鎧島は大きいのかもですね。次は以前から映像の中でかなり印象的だったものですが、洞窟みたいなもののところで、マップのこの辺りなんじゃないかなと思います。この映像は新しい感があって、ワクワクが尋常じゃありません。川みたいのもあるところですから、先ほど示した位置で合っているんじゃないかと思います。で、次はこのマップ南西部に位置する、おそらくこの部分かと思われます。これはかなり断定しにくいので予想ですが、こんな感じの映像です。右手に提灯みたいのがあって、ポケモンの巣もこんな短い距離に4つもあります。広大な海岸で、奥に洞窟みたいのも見えますね。次は今回の映像で印象的だった、おそらく道場の奥の部分だと思うんですが、その湿原っぽい部分です。水たまりみたいなものがあって、新しいエリア感がものすごくするエリアで最高ですよね。ちなみにこの画像の自転車の周りをよく見てみると、光り方が今までの電撃みたいな感じと違って、少しダークな感じがあるんですよね。ということは電力で動くものが別の要素で動くことになっているので、もしかしたらマッハ自転車とダート自転車みたいに機能も多少違ったりするかもしれません。ただ自転車の見た目が違うやつが出るとは以前から言っていたので、9割
ありがた見た目が違うだけでしょうけどね。次は森の入り口に橋がかかっているこの部分で、師匠マスタードが主人公を連れてく映像があります。多分師匠がここから奥へ向かえ、さすれば塔にたどり着けるじゃろうとか言って修行へ行かせられるのでしょうね。次はおそらくその森の中、つまりこの付近かと思いますが、一面草むらの映像がありました。こういうのを見るとまどろみの森を思い出して、野生ポケモンと戦うのめんどくさいって思ってしまいますよね。次はおそらくここのマップ中央の橋のどれかで、多分ここの森の北側の橋だと思うのですが、こんな感じで主人公が橋の上にいましたね。やはり草木が生い茂っているので、示した位置の可能性は高いと思います。最後は後ほど詳しく触れますが、マップの東と西に位置するここにある塔は完全に公開されています。こちらがその塔で、名前は双剣の塔という名前らしいですね。バトルタワーの木造版みたいな感じなのでしょう。入り口の部分に向かっていく映像も公開されていて、なかなか立派な塔ですよね。まあこれくらいの感想しかありません。このような感じで鎧の孤島のほとんどの部分はもう映像として見れてしまうんですよね。実際にはもっと奥行きはあるでしょうけどね。あと全く公開されていないであろうところは、島の最北端にあるおそらくダンジョンっぽいところと、島中央部にあるダンジョンっぽいところ、真ん中にポツンと陸があるところですね。まあここはコンセプトアートでは公開されていましたけどね。ですから楽しむ余地はまだまだありそうですし、冒頭で鎧島はあまり大きくないと言いましたが、実際に見てみるとマップ以上の大きさがありそうですね。それではようやくマップの話が終わりまして、新情報2つ目の鎧の孤島のストーリーについて話していきます。情報として言われていたストーリーは簡単にまとめますとこの通りになります。1、トレーナーが集まる道場で修行をする。2、修行後に伝説ポケモンダクマを託される。3、ダクマと修行をする。4、修行後に双剣の塔の水の塔、悪の塔どちらかにダクマと2人きりで挑戦する。5、塔をクリアするとダクマはウーラオスに進化する。水の塔を選ぶと連撃の方、悪の塔を選ぶと一撃の方を得得する。こんな感じでございまして、一言でまとめれば、修行して塔と道場でトレーナーと戦うということだと思います。ちなみに以前公開されたコンセプトアートで、塔内部の様子もちょっと公開されていましたね。ですから本当にバトルタワー的な感じなんでしょうね。ここからは私の考察ですが、修行が面白いものになっているんじゃないかと思います。先ほども挙げた通り、師匠であるマスタードが案内するような映像がありましたから、その先にある森に何か仕掛けとかあったりするんじゃないでしょうか。でそれが修行にもなっているということです。他に修行として先ほどマップのところで公開されていなかったところである、北の洞窟らしきところや島中央部のダンジョンに挑むのではないかと思います。あとは映像でやたらと提灯的なものが映っていて、これがただの飾りには見えないので、この提灯を全て回るとかサンプラリー的な修行を重ねそうだなと思ったりもします。そう考えると島全体で一つのストーリーをクリアする感じになり、面白そうですよね。とはいえどう考えても内容的に剣盾がもう一遍分繰り返されるとかほどのボリュームはなさそうですね。まあそれはマイナーチェンジ版の位置づけで発売されるわけですから、当然っちゃ当然ですけどね。ということでストーリーの情報と考察はこんな感じで、大してありません。すみません。鎧の孤島の新情報3つ目は、御三家の巨大マクソの姿についてで、これについて話していきます。これは対戦が好きな方にはかなり重大な情報と言えそうです。今回公開されたのは、御三家の巨大マックスの技についてで、技名はゴリランダーが巨大コランダ、エースバーンは巨大火球、インテレーモンは巨大狙撃です。今回の御三家はそれぞれ巨大マックスのためにデザインされていた感じでいいですよね。特に技はそれぞれのポケモンの特徴がちゃんと映えるような感じで、私的には好きです。ただ、改めてよく見てみると、ゴリランダーは普通にかっこいいですよね。エースバーンもなかなか迫力があります。インテレオンは、いやシュールすぎ。でこの技がどう対戦に重要なのかというと、なんとこの技は3体とも他のダイマックス技より威力が高い上に、さらに相手の特性を無視して攻撃できるんです。特性を無視するのがどこまでかとかまでは明かされていないですが、文字通り解釈すればドリューズの型破り的な役割を果たすのではないでしょうか。つまりミミッキュワンパン、冗談抜きで今でも対戦環境の重鎮的になっているミミッキュはこの技の登場によってかなり対策されてしまいそうです。それでも全然環境からいなくなることはないでしょうけどね。ただ今でさえ御三家は割と対戦環境の中にいられる強さを持っていると思いますから、この技を得得して夢特性も解禁されれば対戦環境で大暴れする可能性はあるかもしれませんね。ちなみにこの巨大マックスの姿をどうやってゲットするかは明確には言われていません。一応鎧島での冒険を通して手に入れると表現していて、どうにでも解釈できるんですよね。でも言い方的にはおそらく鎧のことをクリアしてから巨大マックスの姿を付与できるってニュアンスに感じました。配布の可能性も考えましたけど、巨大マックスは遺伝できなく育成するのが困難になりすぎるので可能性は低そうです。なので例えば御三家を持った状態で鎧島にいるどこかのトレーナーに話しかけて、流星群とかの技を覚えさせるような感じで修行して強くするなどが選べて巨大マックス状態にしてくれるとか、そんな感じじゃないでしょうか。ということで鎧の孤島に関する3つの新情報について話させていただきましたが、あともう少し細かい情報もあります。まずは着せ替えアイテムで、なんとあのローズさんやマリーちゃんの服や髪型もできるようになるらしいですね。特にマリーちゃんは人気が高いと思いますので、嬉しい方は多いのではないでしょうか。私はローズさん派ですけどね。あとは鎧の孤島
配信開始、つまり6月末から8月31日月曜日23時59分までに不思議な贈り物から早期購入特典としてダンデさんの衣装も手に入るんですよね。私はホップの髪型が欲しかったですけどね。衣装や髪型の他にはリーグカードももっと装飾できるようになるとのことです。ただそれだけですね。あと最後にかなり重要な発売日についてですが、2020年6月末と表記されていました。ただこの映像の冒頭にこのような表記がありました。本映像でお伝えする発売日等の情報は新型コロナウイルスの影響により今後変更が生じる可能性があります。最新情報は発売会社のホームページをご確認ください。もしかしたらもっと遅く発売される可能性もあるかもしれませんね。コロナマジで空気読めよ。まあお前は空気感染できないから空気を読むもクソもないけどさ。ということで今回ヨロネのことの最新情報について話させていただきましたが、ワクワクする情報ばかりでしたね。ただ情報公開された日に全然話題になっていなかったですね。どうもりの情報も合わせて公開されていて、完全にどうもりとコロナにみんな注目していて埋もれていた感が半端なかったです。まあ世間はどうでもいいですね。とりあえずヨーヨージャクム可愛すぎて今夜ジャクムジャクはイエー